頭の中を真っ白にさせる、頭の中が空っぽに無になるような時間を過ごさせるっていうか、だからメッセージでもないし、何かを想像させて豊かにさせるってわけでもないですよね。それでも引き込まれてしまうのはなぜだろう。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は画家坂本徳郎。幼い頃から近所の絵画教室に通い、その腕を磨き続けた彼は今、何でもない風景をただただ描き続けている。実際の風景そのままなんですよね。何を描いていいのか分かんないっていう、そういう状態になったので、その何にもないこと自体をもうテーマにしようぐらいに思って始まりました。何もない、しかしそれはいつしかなくてはならないテーマとなっていく。そのモチーフがどこにでもあるものっていうのを使っているんですけど、それは見ている人の記憶をこう利用して作品とクロスさせるような、僕が見た世界の見方、そういうものが鑑賞者が実景を見た時にクロスすると思うんですよね。そういう時間を置いたスパークみたいなものも考えつつ制作してます。誰もが知る風景だからこそ起こる鑑賞者との心の交流、だからこそ彼が大切にする手法。僕のは全部自分で写真を撮って、その形をそのまんまトレースする、個性を出すような表現をむしろしたくなくて、観察者目でありたいみたいな感じで、写真の形そのまま写すことで見方だけを見せたいというか、その見方の部分で共感してくれる人がいればいいなって思いますけど。テーマがないからこそ鑑賞者と心が通う。どこにでもある風景を描き続けたからこそ分かった坂本徳郎のブレイク前夜。自分にないものを作ろうとしても作れないと思って、モチーフなり考え方なりを広げて展開できたらいいなっていうふうには思ってます。何でも描けるようになりたいっていうふうには思ってるんですよ。もう神羅万象何でも描くぞっていうつもりで制作してます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は自在置物作家満田春雄のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。